デッティンゲンの戦いにおける、ジョージ2世国事軍はオーストリア継承戦争において、1741年から1745年まで、ハプスブルク家を支持した、ハプスブルク君主国、グレートブリテン王国、ネーデルラント連邦共和国、ハノーファー選定公領、ヘッセンカッセル砲白領による、連合軍。主に、プロイセン軍とフランス軍と戦った。国事軍という名前は、 この同盟軍は神聖ローマ皇帝カール6世によって発布され、女系相続を認めた国事証々を承認した国によって組織されたことによる。バイエルン選帝校、プロイセン王国、フランス王国はカール6世が1740年に死去すると承認を撤回したためオーストリア継承戦争が勃発した。カール六世の娘、ハンガリー女王兼オーストリア女大公。 マリア・テレジアと同盟したイギリス王、ハノーファー戦定後、ジョージ2世は、ニーダーラインで、プロイセン軍やフランス軍と戦った。同盟軍を国事軍と名付けることは、同盟軍に大義名分を与え、ドイツでの味方を増やす策であったが、イギリスの視点ではオーストリア継承戦争は、数多くの英仏戦争の一つに過ぎず、名付けはプロパガンダに等しかった。 ハノオーァーの安全を確保すると、国事軍は南ドイツへ進軍して、フランス軍と対峙した。1743年6月27日、デッティンゲンの戦いで、国事軍はフランス軍に襲われたが、ジョージ2世は申請して勝利、イギリス王の申請としては、最後のものとなった。この勝利を記念して、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、デッティンゲンってデウムを作曲した。 1745年、国事軍は、本当のワの戦いで大敗、直後に解散された。ありがとうございます。